あ、先生、いたんですか？いたんですかじゃないよね。待ってたんですけど、何してんのかな。あ、もう、堪忍袋の方が切れそうですな。ちょっと待って、マイ君、砂時計は？あ、あ、うううう、あ、出た、出た、はい、大切な商売道具を忘れるかな。おー、よろしくお願いします。 Hi everyone, welcome to our 3-minute English。 はい、ちょっと取り乱しました。はい、役作りが大変ね。役作りじゃないですよ。はい、はい、今日のレバー何ですか。今日のフレーズはあ、そうか、こちらです。フレーズも That's the last straw。 我慢の限界だ。我慢の限界だ。はい、レゴお願いします。これね、まだ待ってください、説明させて、はい、我慢の限界だ。もう堪忍袋の尾が切れるっていう、もう限界の限界。そう、僕さっき言ったじゃないですか。んさっき言ったじゃないですか。んじゃなくて何よ。堪忍袋の尾が切れるって言いましたね、うんうん、そうそう、まあ、そういうことで、このね、はい、ラストは分かるね、最後だけど、ストロー、Do you know straw? ストローって分かる？ストローですか？ストローじゃなくて、ストローっていうのは、あ、藁ですね。そう、あ、よく分かった、ね、それも僕、AKQ もう合格してますからね。まあ、AKQ はストロー関係ないかもだけど、まあ、これね、もともとね、何でも聞いてください。私のことも聞いて。あ、はい、昔々さ、はい、ラクダに藁を乗せてたでしょ。それは知りません。昔々のことは。乗せてたわけよね。藁いっぱいこう乗せてって。あ、そうなんですね。でラクダはまあ、ね、ずっとそれで耐えて、それで運んでたわけだけれども。耐えてですか。そうそうそう。あ、やっぱ我慢してたんですね。うん、でもね、最後の。それラクダに聞いたんですか。ちょっともう聞いてよ。あ、はい、最後の藁を乗せた時に、はい、ラクダの背中が折れちゃったんよ。もう我慢の限界だったわけ、ラクダの方がね。わかる、そこから見たんですか、先生。そういう話、そういう風にでもイメージしやすいでしょ。もうずっと乗せられた、もう耐えて耐えて耐えて最後の一本でバーってなっちゃったってことでしょ。でもこれラクダできてないですよ、言葉が。だからそのストロー、わらから来てますっていうことです。あ、そうなんだね。うん、そういうところから来てるんですよね。あんまり頭に入らない。本当は The last straw that broke the camel's back というふうなところから来てます。え、何ですか、うん、もう一回言ってください。Okay、本当は The last straw that broke the camel's back。 camel っていうのはラクダなんだよね。キャメル、うん、はい、そこから来てます。はい、じゃあ今日はこの辺でいいですか。ダメダメで、じゃあもう終わりますよ。説明が長かったね。もうちゃんと聞かないから、てかもう我慢の限界ですよ。もう終わりだ。 That's the last straw。 Example 1、はい、Hey, how's your job going? Still working overtime?仕事どう？残業続いてるの？ B. My boss just called me to work this weekend. ボスが今電話してきて週末勤務になった。もう我慢の限界だよ。仕事のやりすぎって感じですか。させられすぎ。僕も先生にさせられすぎ。ちょっと今の例文間違えちゃった。もう一回いいかな。ごめんね、もう終わったですよ、先生。My boss just called me to ask me to work this weekend. ボスが今電話してきて週末勤務になった。もう我慢の限界だよ。そういうことね。だからそういうビジネスの場でもね、耐えて耐えてっていうことあるよね。はい。あ、もう終わりますよ。はい。あう。オーケー、皆さんもこれ使ってみてください。今日は先生のせいで例文1個しか言わなかったです。すみません。先生の代わりに謝ります。はい。